なんか水の音聞こえない。確かに。こんなから聞こえる。うん。え？ちょっと待って。開けてみるか。うん、あ、あ、あ、何これ。綺麗。ちょっと待って、なんか映んなかった今。今完全に冷めたよね。うん。ちょっと待って、開けてみるかもう一回。またなんか変な音したんだけど、うん、ちょっと待ってくれ、ま、今度は水じゃないでもそうだね、水の音じゃないからね、うん、ちょっと見るね、うん、あー、何ちょっと閉めてるじゃん、うん、でけえワニがなんでここにあこれで、うん、そうやって今のはライオンじゃないかいゴルルって気づいたよね今。静かにこれ静かに締めよう静かに目合わさないように目合わさないように。よかった。ああちょっと気づいた。え？なんか今度はすっごい騒がしいんだけど。待って。誰？今度こそ安心した。そうだな。ゾンビじゃない？そうだよね。ゾンビ。ゾンビ。これリアルなやつだな。しかない。これで倒すか。ねえ、パパ待って。これ閉めた方が早くない？あ、そうだね。閉めちゃって閉めちゃって。さっきからおかしいもんね、この時はね。明らかにおかしいよね。ああ、今度こそ落ち着いて。漫画がやめる。うん。お、花火の音だ。うん。あ、外でやってる？やってない。え、違うな。こっちから来たな。え？花火やってんの？あ、綺麗。綺麗だね。こんなところで花火を見る。室内に花火見ると思わなかったね、うん、でちょっと危ないから閉めとこうか。今度はやけに静かなんだけど、そうだよね。うわ、宇宙だ、国際宇宙ステーションじゃん。本当だ、 ISS、すごい、すごいね、あれちょっと待って、ちょっと待って、どんどん地球から離れてるけど、やばいやばいやばい、ちょっと待って、はぁ、いや、ここ地球だよね。そうやね、なんで離れちゃってるの。何この音、すごいことなってたんだけど。え、そう？ちょっと開けていい？別にいいけど。何もないじゃん。普通だね。うん。夢か。うん、夢だよ夢。最近パパ寝落ちネタ多いよ。寝落ちネタ多いね。そうだね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上です。